北朝鮮による拉致問題で日本などの拉致被害者の家族が集まったシンポジウムがタイ・バンコクで開かれ解決に向けて国際社会が団結することが必要だと訴えましたシンポジウムには拉致被害者の松本留美子さんの弟松本照明さんや韓国人拉致被害者の家族のほか 1978年にマカオで失踪し、拉致されたとみられる対人女性のオイラも参加しました。世界が本気で北朝鮮の人権問題を是正するために、今こそ立ち上がるべき時ではないでしょうか。シンポジウムには80人以上の大学生らが集まり、各国の拉致被害者が行方不明になった際の経緯などについて真剣な表情で聞いていました。 松本さんは会見で拉致問題の解決に進展がないことについてどうしても助けなきゃいけないという気持ちが政府にあまり見られない強い意志でどうしても取り戻すという思いを結集すべきだと思うと述べました。